皆さんこんばんは、ジェームスです。台風13号が発生しました。9月6日、月現在、台風13号はフィリピンの東にあり、時速20キロで北西に進んでします。時速20キロはマウンテンバイクの速度くらいのスピードです。台風13号は発達しながら、フィリピンの東を北に進み10日、近には南シナ海に達する見込みです。通常、気象庁が台風の卵、熱帯低気圧を発表するのは、24時間以内に台風になる見込みの熱帯低気圧だけです。逆を言えば、各国の気象機関が台風の卵、熱帯低気圧を発表しても、日本気象庁が熱帯低気圧の発生を発表しなければ、すぐに台風になる可能性は低いということになります。ただ、近年の気象は激しく変動しているため、気象庁が熱帯低気圧を24時間以内に台風になる可能性があると発表しても、消滅してしまうことも多くなりました。米軍合同台風警戒センター、JTWC でも台風13号を認識しています。米軍合同台風警戒センター、JTWC はアメリカのハワイ州にあるアメリカ国防総省の機関で、アメリカ軍のための気象情報機関ですが、一般の人も簡単にアクセスすることができます。では、9月6日、月現在の JTWC の台風予想を見てみましょう。昨日までオレンジ色の丸囲みだった2つの低圧部が台風、熱帯低気圧まで発達しました。TS18W、コンソンが台風13号、コンソンです。6日現在、気象庁では発表されていない台風14号の卵 TD19W、19も発達していることがわかります。今後の台風情報には注意が必要ですね。台風13号も台風14号も同じような進路をたどると予測されています。しかも、ほぼ同時に並行して進むようです。ちなみに、JTWC の台風進路予報には、予報円はありません。JTWC では台風は、ここを通りますと、確実な進路と最大風速を発表します。この強気な台風情報が、JTWC の人気の理由だと、私は思います。日本では、気象庁発表の台風進路予想の予報円に慣れているので、赤い円が予報円だと思われがちですが、これは風速18メートル毎秒以上になる可能性がある範囲を示しています。このように JTWC の米軍台風情報では最大風速を重要視しているのが特徴で、日本の気象庁が重視している中心気圧は表示していません。これは軍事用なので、中心気圧より船舶が安全に航海できるかどうかの判断は最大風速だけで十分という考え方のようです。エクムフはヨーロッパの気象機関ですが、世界中の気象を網羅しています。スーパーコンピューターによる気象予報で、世界一の数値予報精度と言われ、農業用に開発されてきた気象機関です。詳しく見ると、6ヶ月予報などもあり、とても面白いサイトです。エクムフは長期予報に特化しており、気象庁や JTWC の5日間予報とは違い10日間予報になります。日本近海を見るときはエリアのイースタンエリジアを選択します。では、エクムフでは、時間を進めて、9月12日の天気予報図を見てみましょう。台湾付近に台風があることがわかります。エクムフは、等圧線と風の強さが、視覚的に捉えることができるのが特徴です。緑色が濃くなるほど、風が強くなります。世界各国の台風進路予想では、台風13号より、台風14号の方が、東に位置して、日本への影響もありそうな予測を出しています。最近ではおなじみのウィンディの情報を見てみましょう。ウィンディはチェコの気象機関会社です。現在使用されている気象予報データはエクムフや JTWC など情報をもとにリアルタイム天気予報サービスを世界中に提供しています。風の動きを視覚的に捉えられるので、見ているだけでも面白いサイトですね。また、風だけでなく、雨や気温、波などの情報も見ることができ、パイロットや政府機関にもよく利用されているサイトです。11日、土になると、台風13号と台風14号の渦がはっきりと見ることができます。ウェザーニュースでも、9月6日、月15時、フィリピンの東の海上で、台風13号、コンソンが発生したと発表しています。台風発生、9月6日、月15時、フィリピンの東の海上で、台風13号、コンソンが発生しました。フィリピンに上陸した後、南シナ海に進む予想で、日本への影響はない見込みです。ウェザーニュースによると、台風13号は日本への影響はなさそうです。JTWC で発表されているもう一つの熱帯低気圧の発達が台風になった場合は、太平洋高気圧の円に沿って北上する可能性があります。
台風13号に比べて東に位置するため、世界各国のコンピューターシミュレーションの計算結果では、台風まで発達させて日本列島に近づける予測が増えつつある状況とのことです。熱帯低気圧とは、亜熱帯や熱帯で海から大量の水蒸気が上昇することにより、空気が渦を巻いてできる低気圧のことです。この熱帯低気圧が発達して、風速が 17.2 メートル毎秒を超えると、台風と呼び名が変わります。台風と熱帯低気圧の違いは、このように風速が違うだけです。つまり、台風と熱帯低気圧は、最大風速の大きさ以外に違いはありません。熱帯低気圧でも暴風や集中豪雨の恐れがあるのです。熱帯低気圧だから大丈夫と思わず気を緩めないよう注意しましょう。一方、温帯低気圧は北側の冷たい空気と南側の暖かい空気が混ざり合おうとして空気が渦を巻くことによりできます。温帯低気圧が発達して風速が 17.2 メートル毎秒を超えても台風とは呼びません。温帯気圧だから大丈夫と思わず気を緩めないよう注意しましょう。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。Thank you.